皆さんおはこんです。ラッコのブログの時間がやってまいりました。どうもラッコです。ということで、皆さんはまだ結婚できない男を見ていますか？まあ、まだ見てない方は、チャンネル登録だけして、見に行ってください。でもその後また動画を見に来てくださいね。ということで、まあ、まだ見てない方のためにざっくり説明すると、ラッコのブログ、主人公阿部寛さん、まあ、皆さん今日はこんな動画を見てくれてありがとう。途中阿部寛さんが乱入してしまい、誠に申し訳ございませんでした。ラッコのブログ、主人公の阿部寛さん演じる桑野信介は一級建築士で、塚本隆さん演じる村上英二と桑野村上建設設計事務所を共同経営しています。桑野さんは偏屈で皮肉屋、プライドが高い上にこだわりも強いため、メリットがないという考えから結婚もしていません。ある日、桑野さんを非難しているヤックンのブログというのを見つけ、辞めさせるべく弁護士事務所に行きます。そこで吉田羊さん演じる吉山まどかと出会います。そして離婚裁判中の稲森泉さん演じる岡野幸恵とも出会います。幸恵はその後雇われ店長となって、桑野もそのカフェに行くようになります。そしてマンションの隣の部屋に引っ越してきた深川麻衣さん演じる戸名美咲はパグを買います。名前は達夫で、前作同様桑野さんと通ずるものがあります。今紹介した人たちや家族と桑野さんの日常が描かれたドラマです。今日はケンさんにお越しいただきました。まあそんなことだと思ったよ。まあ今日はこの画面の中にリトルケンさんがいっぱいいるので探してみてください。そして8話では住宅プロデュース会社で仕事仲間の咲妃美優さん演じる森山桜子と英二が結婚することになりました。そして英二は一番おそばになった桑野さんに主演スピーチをお願いします。でも断る桑野さんを見て、まどか先生が台本を作るからスピーチをやってくれと言います。そして桑野さんは了承しますが、いろいろあり桑野さんが自分で考えることとなります。そして当日考えた紙を落としてしまい、マイクの前にそのまま立ってしまった桑野さんは、何をやってもダメだよね。そんな男ですか。ただ一つ、彼はどんな辛いことも逃げなかった。逃げずに僕と一緒にここまで。これを聞いてめちゃめちゃ感動しました。やっぱりどんな辛いことからも逃げないっていうのはすごいことだと思います。まあ、エイジはきっと桑野さんのせいで、まあ、しなくてもいい苦労をしてきたんだと思います。まあ、それでも頑張ってこれたのは、まあ、桑野さんの設計が好きっていうのもありますし、まあ、なんか桑野さんと一緒に仕事するっていうことで何か落とし込めるもの、まあ、きっと仕事にやりがいを感じていたんだと思います。だから、まあ、辛いことがあっても逃げずにやってこれたし、まあ、一級建築士を取って、まあ、桑野さんに認められ共同経営者になったんだと思います。やっぱり逃げずに頑張るっていうのはすごい大変なことだし、人間誰しも逃げたくなる瞬間っていうのは来ると思います。でもそんな時に踏ん張って耐えて頑張れる人っていうのはすごく成長できると思うし、将来自分のやってきたことにすごく胸を張れると思います。まあ、もちろん前問題になった過労死とかそういうレベルに達してる人はちゃんと考えた方がいいです。あと本当にもうやりたくないとか、まあ、1ミリももうやりがいも感じないとかっていう方は、まあ、一回退いてみてもいいかもしれません。もしかしたら逃げた先にその自分の新しい道っていうのが見えるかもしれないので、まあそこは僕がどうこう言えるとこじゃないので、自分でしっかりと自分の人生を見つめ直してみてください。でも逃げずに戦うっていう選択肢もあると思います。やっぱり逃げずに戦ってる姿っていうのはかっこいいですし、まあその逃げないっていうことが心の強さっていうところにもつながってると思います。まあそれでも、まあ、逃げようか逃げまいか迷ってるっていう方は、まあそのちょっとでもやりがいとかちょっとでも楽しいとか、まあ、やっててよかったっていう思いがあるのであれば、まあ、もう少し頑張ってみてください。もう1ミリもやりがいも感じてないし1ミリも楽しくないっていう方はもう本気で逃げてもいいと思います。まあ、本当にもう究極の理想みたいなことを言うと、まあ、自分の生きたいように生きることが大切で、まあ、周りの目世間の目に縛られずに、自分の生きたいように生きる。もしこの人生が実現したらめちゃめちゃ充実した人生を送れると思います。
まあ、そうは言っても現実は厳しいと思うので、まあ、そこにどれだけ近づけられるかによって多分自分の人生の満足度ってのは変わってくると思います。まあ、だからどうせ無理とかって思う前に一度やってみて、それから無理かどうかは判断した方がいいと思います。そんな突然大きくガラッと変えなくても、ちょっとずつ変えていくだけでも、まあ、自分の日々ってのは楽しくなってくると思うので、皆さんがこの動画をきっかけに、まあ、少しでも楽しい日々になることを祈っています。ラッコのブログということで、まあ、今回はまだ結婚できない男の刺さったセリフっていうのを紹介したんですけど、まあどうでしたか。まあこのクオリティの低いモノマネを楽しんでいただけたらよかったなって思います。まあね、僕も前作も好きでもう何回も見てて、今回の新しく始まるまだ結婚できない男の前に前作の結婚できない男も見たんですよ。やっぱ面白いなと思います。ところどころにこの笑いの要素とか入っていて、しかも僕パグ好きなんですよ。なんでもうパグが出てるってだけでもいいのに、まあ、阿部寛さん主演とか、あと塚本隆さんとかも出てて、あと今回湘南乃風のレッドライスさんも出てるんですよ。なんで本当にもう俺得って感じですねもう自分得みたいな感じです。まあもう8話なんでね、もうちょっとで多分終わっちゃうと思うんですけど、まあ気になる方は見てみてください。あとお悩み相談もお待ちしております。周りの人には言いづらいとか、まあ相談する相手がいないとか、一つの意見として聞いてみたいっていう方がいれば、インスタ、ツイッターの DM にて、お悩みを受け付けておりますので、お気軽に送ってみてください。詳しくは概要欄をチェックしてみてください。ということで今日の動画は以上です。